ということで本日は、渋谷にあります裏庭というカフェにお邪魔しております。じゃあオーナーの善さんです。善です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はじめまして、善です。裏庭といえば、はい、まあ、ラテプリ、それからデザートプレート、うん、この2つをですねちょっと特集していきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この一瞬、そう、このライブ感。カラーもいけるってことですよね。カラーもいきます。普通にだから iPhone から写真のデータを送信してって感じですね。すごい、お手軽ですね。ジェさん、これなんかあの逆再生をするとなんか面白い絵が撮れるっていうふうに聞いたんですけど。そうなんですよ。飲む前にまずね、動画を撮ります。ぐるぐる回して崩すんですけど、はい、これを逆再生すると逆にこの絵が出来上がるっていうね、面白い動画、今ラテプリ界で流行っていますね。ほう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 。どうやってやるかなんです。はい、ぜひぜひ。ポイントはね、3つあります。まずですね、再生をしてから3秒ぐらい待ちます。これなぜかというと、逆再生した時に完成した画像が3秒残した方が、はい、なるほどなるほど、はい、すぐに消えちゃうよりも3秒残した方がいいっていうので、押してから3秒待ちます。で、刺す時は、まあこれは好みなんですけど、まあ、真ん中から刺すと最後まで、分からないで最後真ん中にシュッと、これ分かるかな、やってみないと分かんないかも。3つ目は、中に氷が入ってるんですよ。なのであんまり奥まで刺すと氷がボコボコして溢れちゃいますので、ちょっと先の方で1センチぐらいのところで混ぜてください。はいはい、この3つのポイントでいきます。押しました。3秒待ちます。で、真ん中で刺します。で、ぐる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 と割とテンポよく回します。で、回し切ったら止めます。これで完成です。今これで逆再生アプリに突っ込んで、はい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 、撮れるかな、わかるかな、こうすると、そう、完成した絵が起こるというね。つかぬことをお聞きしますが、はい、芸能人の方とかもラテプリやってくれてるじゃないですか。そうなんですよね。送ってあげようと思って、はい、面白いから、はい、で結構ポン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 送ってます。僕は横島な気持ち、あわよくばあわよくばなんか食いついたら、ね、SNS とかであげてほしいななんて思ってたんですけど、もうそんなことも必要なく、もう向こうから食い気味で、え、これ何あげていいのみたいななったから、あ、全然いいよ、ラテプリっていうタグだけつけてくれればいいよって感じで、ほとんど送った人はね、ほぼ9割ぐらいの方は上げてくれました。例えば誰ですか。本当ね、とか有名なところで言うと、はい、一番多分その方が有名なんで、フォロワー的には130万人です。ね、あとはね、あのバンドのっていうバンドのとかっていうのいろいろね送ったんですよ。はい、だからね、みんな上げてくれて、でそのね、ファンの方が、うん、でね、やっぱりね、反応するわけです何これと、それをきっかけで裏庭に来てくれたりっていうのがあるので、まあ、正直それでね、恩恵を受けてしまったので、これはね、ラテプリで返していかないとという気持ちがやっぱあります、うん、ということで、今のところはじゃあこのラテプリが飲めるのは渋谷の裏庭と箱庭。そうです。概要欄にいろいろリンク貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。次はデザートプレートに行きましょうか。あ、行きますか。じゃあ一旦ここでですね。はい、ありがとうございます。